今月パナソニックスタジアムで絶対に負けられない戦いが行われていた。集いし4人の男たち、その戦いの舞台はテレビゲーム。今回は FIFA19 を使用。リアルな表情と試合会場にいるような臨場感とともに試合を進めていく。倉田・小野瀬チーム、今野・アデミューソンチームに分かれ、いざキックオフ。試合はガンバ大阪対ガンバ大阪。青いユニフォームが倉田・小野瀬チーム、白いユニフォームが今野・アデミューソンチーム。来たキックオフの笛が鳴った。青いカーソルは倉田、赤いカーソルは小野瀬。対するは紫がアデミューソン、黄色を今野が操る。ずっさぐさぐって言われるから。ほらほらほら、小野瀬、倉田、小野瀬が操る青いガンバ。やった、うわー、すごい、うまい、これはチャンス、強い、アデミソン、はい。ここから今野・アデミューソンの白いガンバが素早い攻撃を仕掛ける。ナイスパス。ちょっとどうすんの、選択どうすんの、パスです。立ち上がりから激しい攻防、これは激戦の予感。うわ、前半15分、小野瀬の操る一丸が激しいディフェンスでボールを奪う。そこから一気にカウンター。青いカーソルの倉田がシュート。あー、誰、一番ですよ、一番か自転車だ。前半22分、今野・アデミューソンチームが反撃に出る。はい、一度はクリアされるも、前半41分、小野瀬が操る藤本から倉田が操る小野瀬へ。ここはディフェンスに阻まれる。逆にアデミューソンが操るコンチャが右サイドを攻め上がる。決定的な場面もポストに嫌われ、0対0のまま前半が終了。後半に向けての作戦は、ヒーロー一人残すね。あるね。でもあんまりうまくいってたよ。まあまあ、最初頑張りやめよう。そして後半開始。後半16分、アデミューソンが操るアデミューソンにボールが渡る。小野瀬落ち着いてクリア。うまっ、落ち着き、やべえ。後半33分、ついに均衡が破れる。いやー、ゴールを決めたのはファンじゃない。俺え、なんでここにいんの俺。すっごい喜んでる。え、めっちゃ笑うみたいな。笑うみたいな。すごい、俺だ。
嬉しそう。嬉しそう。めちゃくちゃ飲んでる。すごろ。ちゃんと、ここまで。そりゃそうだ。倉田・小野瀬チームも反撃に出る。華麗なパスワークを見せるもシュートまではいけず。シュート出ないですね。シュート出るもんね。残り時間もあとわずか。倉田が操る藤本が個人技を見せる。後半アディショナルタイム、同点ゴールを奪えるか。いや、怖い怖い怖い。あー強い。今度だ。今度です。来た。あー、勝った。ここで試合終了。1対0で今野アデミューソンチームが勝利。こんな楽しいと思わなかったです。アップになった時は。顔見てても楽しいですね。はい、legal, né? Eu gosto de jogar bastante videogame. E é bem realista, né? Até o Pontinha fazer gol, que é normal, porque ele sempre faz gol. ゴールしねえけどな、俺。やりたい。やりたい。いいんだよ。と、ここで倉田選手が何かを発見。そこにいたのは、e スポーツプロプレイヤーの黒豆選手。ということで急遽 V ゴール方式のエキシビションマッチを開催。試合は予想外の展開から始まる。ライト、あーなんで、黄色だ、黄色だ。ゴールの瞬間はあっけなかった。プロの技はさすがだった。ガンバの皆さん、楽しい時間をありがとうございました。またお願いしますね。